おお、取れとる。ちょっと不安なんやけど大丈夫？多分取れとる。え、今日これカメラ何に使うんですか？いや、あのね、正直俺もちょっと分かってないんやけど、はじめちゃんおるやん。あ、あの吉田さんですか？そうそうそう。が、なんかこの間連絡あって、はい、なんかまあ作りたいものがあるらしいんよ。ちょっと物までは聞いてないんやけど、そう、ちょっとで漆使いたいからちょっと相談があるっていうまで、はい、で、まあまだ何するかもわからんないけど、なんかもしも面白いことになるんやったらなと思って、ちょっと映像を残しといてほしいんよ。え、編集とかできる？いや、あんまやったことないですけどいや、クオリティを求めんから、はい、ちょっともしもこう何か作り上げていくってなったら、建築士とね、蒔絵師っていうので、なんかもしかしたら面白いことなかもしれんし。建築家の吉田はじめです。今回、今工事している住宅の玄関に特注の一輪挿し作りたいなと思って、それでどんなデザインにしようかいろいろ考えてたところ、せっかくなんで高岡 の、 伝統工芸の技術を使って質のいいものを作りたいなと思ったのがきっかけで、でそういった技術をいろいろ調べてるうちに、あ、漆っていいなっていうことに気づいて、それで吉川さんに、蒔絵師の吉川さんに相談を持ちかけたっていうのがきっかけですね。高岡市でちょっと設計して、うん、工事中の住宅があって、うんうん、今これが工事中の写真なんですけど、でちょっとあっちに向けあるんですけど、うん、ああ、これなんですよ。おーおーおー。でこれを今工事してて、でこれ の、 入ってすぐに玄関あるんですけど、うん、その玄関に壁掛けの一輪挿しを特注で作って飾りたいなと思ってて、こっち正面、こっち正面です、こっち正面です。でそれを、その一輪挿しをちょっと漆で作りたいなと思ってるんですよ。じゃあもう入って一番最初に目につくところには置きたいんだ。そうなんです、そうなんです、そうなんです。でなんでそのすぐ一番目につくとこやし、入ってすぐのとこやし、うん、ちょっといい質のいいもの作っておきたいなっていう感じなんで、それでなんか漆で作りたいなと思って、でそういうのって吉川さんとコラボってさせてもらうことできますか？うん、喜んで喜んで。マジですか？うん、そしたらちょっとぜひうん、まだなんかあんまそこまで詳しくは決まってないんですけど、うん、ちょっとなんか漆を使ってっていうので、うん、ぜひちょっと作りたいなと思ってるんです。うん、なんとなくイメージはある？なんとなくあります、あります。壁掛けの一輪挿しなんですよ。なんかあ、いいね。こういうちょっと細長くて、でここになんか試験管入れてこう花をさせるようにしといて、でこの後ろの部分、これになんか漆でこう、なんか今適当にこう模様考えてたんですけど、なんかこういうのって漆とかでできんかなとちょっと。これ自分で描いたん？あ、これあれです、CG でやったんですけど、とりあえずまだ全然考えてる最中で、なんかとりあえず細長いやつかなっていうぐらいで、え、ここは金属？木？それは、漆って木、金属にもかけるんですか？金属にも一応かけるけど、基本は木ですか？基本、まあ木の方がありがたいはありがたい。ああ、あと全然パターンとか、詰めれてはないんですけど、いや、大丈夫。あんま蒔絵とか漆とかあんまり詳しくないんで、正直ほとんど分かってなくて、じゃあそのまんまでいいから、もうちょっとこういくつかデザイン案をたくさん出してもらって、はい、あんまり漆の勉強、蒔絵の勉強せずに、
いくつかパターンデザイン出してもらって、はい、それを2人持ち寄って、まあ、俺の技術だったらこういうことができるとか、はい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 、こういった遊び方があるっていう感じでピックアップしていくのが面白いんじゃないかな。あ、なるほど、うん、そしたらあれですね、僕とりあえずもうちょっとそのパターンとかデザイン詰めた状態で、うんうん、ね、なんかもできてそれを持って吉川さんとこ行くっていう感じがいいですか、ね、うん、なんかあまりにもちょっと漆のこと負けの技術がわからないってなれば、はい、うちに来て、うんうん、技術とか作品とか見てもらってそれ参考にしてもらってもいいし、 ありがとうございます、うん、だから一回うち来てくれれば、あ、わかりました、うん、でまたその時にたくさん出してもらったデザインとかについて話できれば面白いことになるんじゃないかな、はい、なるほど、うん、失礼します。お疲れ様です。お疲れ様です。どうぞ。失礼します。はい、一応前に撮った作品並べといたかまだちょっと参考にしてみて、これ全部漆ですか。うん、それこそ蒔絵っていう技術、あの、はい、変わり塗りっていう変わった技法とかの代表的なのをちょっと並べといてみた、はい、これ触ってもいいんですか。うん、全部触って大丈夫。これは何のやつなんですか。それ、本当金箔をランダムに散りばめただけ。へー、金箔なんですね。めっちゃ、うん、めっちゃいいですね、これ。そう、だから一緒なものももうできんし。へー、なるほど。なんかこれ、これもいいんですか。うん、それも触っていい。そう、それが一番蒔絵っていうのは分かりやすく表現してあるんやけど、なんか不思議ですね。なんやろ、なんか奥行きがあるというか。そうそう、あの同じ面に書いてあるんやけど、その花びらって、はい、で蒔絵っていうのが金属粉巻いて絵を描くんやけど、はい、まあ、同じ面でその粉の金属粉の巻き加減で手前トークを作ったりっていう。なんやろ、漆ってこんな感じなんですね。なんか不思議ですね、うん、なんか普通の絵画とは全然何ですかね、奥行きが1個の面なのにありますね、うん、それが特徴の一つかな。へー、この白いやつって何なんですか。その白が漆に白ってなくて、はい、どうしてもこれが、はい、これが漆の白の限界なんで、どうしても黄色っぽくなるんやけど、へー、その中でどうしても漆の白がないから白を使いたいっていう時に、はい、鳥の卵、はい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 、うずらとか鶏とかの卵の殻を使って白を表現するっていう。これ卵の殻なんですね。そうそう、へー、繊細さもあるし、はい、結構気に入って使ってる技術かな。これもですよね。そうそう、へー、なんか可能性ありますよね。うん、蒔絵師の吉川です。今父と2人でこの仕事してるんですけど、まあ、父がそれこそ蒔絵師っていう仕事をしてて、まあ20後半でその家業を継ごうと思って始めた感じです。自分的に積極的に取り組んでるのが異業種とか異素材とのコラボっていうのはなるべく積極的に受けるようにしてて、その中でも今回吉田くんがうちに作品とか見に来てくれた時に、まあ、技術を見てすごく可能性があるっていうふうに言ってくれたこともあって、まあ、ご協力できたらなっていう。蒔絵師って、うん、漆職人と違うんですか。漆職人っていうのが、まあ、それこそ漆の技術に携わる仕事をしている方々たち、はい、でそこで僕が今名乗ってる蒔絵師っていうのが筆で絵を描く蒔絵っていうのに特化した方々、塗りに特化してれば主屋さんっていう風に言われたりとか、はいはいはい、っていうだけの違いかな。絵に特化してるっていう感じですか。はい、僕自身は。お客さんから一輪挿し作ってくださいって言われたわけじゃないんですか。お客さんから言われてないんですよ。こっちから提案して、なんか一輪挿しあったら
良くないですかって、そしたら、あ、いいですねっていう感じだったんで、なんかそれで今考えてるんですけど、なんか普通一人座して結構置き型が多いじゃないですか、はい、なんかその器というか、うんうんうん、じゃなくても壁につけるやつだし、その入ったところなんで、まあ、それなりにインパクトあるようなものを作りたいなと思ってるんですけど、そうなんですよね、どんなのがいいですかね、うん、なんかこう細い感じの方がいいかもしれないですよね。ああ、そんなめっちゃ縦長って感じなんですね。いや、わかんないです。なんか縦の方がいい気が、なんかこう、どうですかね、なんか縦の方がシュッとしててこの空間には合いそうな気がします。なんかこう縦にシュッとしてるような、はい、なんか扉の枠にこう平行にあって、なんかあんまり空間の中でごちゃごちゃしてなくてけど、スッとなんか自然にあるような感じがいいですね。ちょっと建築に馴染むような、そうですね、建築の一部にあるようなプロダクトが、なんかそっちの方がここには合うような気がして、かっこいいですね、それ。どうですかね、縦良くないですか、結構あ、その黄色い部分がそう、例えばこの黄色い部分が一輪挿しだとしたら入ってきて、はい、まあ、なんかそんなに入ってきて正面に見えるっていうイメージ。そうなんですよ、そうなんですよ。あ、いいっすね。で、花があって、毎日帰ってきたらこの一輪挿しをお客さんも見るし、自分たちは毎日見るし、なんかここに花が生けられてたら結構いいかなと思って。お疲れ様です。お疲れ様です。できた、できました、できた、できたっす。いや、ちょっと見てもらっていいですか、うん、早速こんな感じで、うん、細長い一輪挿し巻いてて、うんうん、これが真鍮のパイプに試験管入ってるのがあって、うん、で、その後ろにこの漆のプレート、うん、あの漆で着色したプレートが来て、うん、あの花の背景になってるような、うん、こういった花器を考えてるんですよ。で、この漆の部分をちょっといろいろ模様とか変えて、うん、なんかデザインできないかなっていうので、で、ちょっと今日何個か見ていただきたいんですけど、うん、で、例えばこういうなんかぼやっとこの単形があって、うん、あ、ビシッと区切るわけじゃなくてぼかしたいね、ぼかっとあって、うん、っていうのとか、うん、こう上からこう銀箔がこう降ってきてるような、うんうん、なんかちょっと雪が降ってるみたいな、いい、ね、いいね、そういうのとか、ぼかし、ぼかし、はいはい、で、紫っぽい色とかってできますか。できる、あ、できますか。できるっていうか、調合すれば、色漆は自分で調合して作ったりするから、なんかこの真鍮のここにこう真鍮があって、この真鍮のこっち側でこうぼかしの色がふわっとこう入ってる感じ、うん、で、このツートンで一個やったらどうかなっていうのと、うん、蛍光ピンクとかもできるんですか。蛍光ピンクってなったらもう漆ではなくなってくる。それはもう化学塗料でやることになるかな、はいはい、なるほど。ピンクもまあ、試したことないから やってやれんことはないと思うけど、一応漆のピンクもあるから、色漆っていうその色で、はい、赤、青、黄、緑、青とか、はい、そういったのは頭の中のイメージよりも暗くなるって思っといてほしい、はい、オレンジなんて茶色に近づいてしまうし、はい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 、綺麗な赤も乾いたらオレンジ色になってたり、うーん、明るい色っていうのは
ちょっと難しいかな。こう途中まで塗るとかもいい感じにできそうですかね。下がもう触らずに木のまま、もう木のままで上からもう漆だけこうヒュッていってるみたいな、うん、できんことはないけど、かっこよくなるかって言ったら今あまりイメージが湧かない、うん、でもなんか確かにこれちょっと危険な香りもしますよね。なんか可愛くなりすぎる系、だから実際に見てほしいのは、多分手に取ってみたらすごくチープに感じると思う。あ、ほんまですか、うん、まあ、今見たものが積み木やからなおさらやけど、うん、漆の良さって言われたら怪しい、うんうんうん、さっきの古き良きタンス家具、はい、拭き漆っていう技術を使った木目を生かした昔の家具とかは、はい、本当に透明がかった茶色の漆を何回も何回も職人さんが、はい、もうこうやって吸い込ませて何十回も吸い込ませて木の良さと漆の良さを引き出させとるんやけど、うんうん、その色漆ってなるとできんことはないけど、漆である必要性があるのかってなると思う、仕上がった時に。その絵の具とか化学塗料を吸い込ませてもいいわけやから。はい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 。昔ってよくその和室の床の間とかそういったところに、家のそのいいところに、はい、よく漆を使ったりしてたんですよ。今その現代の住宅でそこまでそういう風に漆を使うってことはなくなってきたと思うんですけど、現代にの住居に合わせてそのいい場所に漆を使いたいなっていう思いはあって、なんかもっと空間を彩るプロダクトにそういうのを使えたらいいなっていう、なんかそれも一つ あの空間作りじゃないですか。はい。なんか伝統技術とかを今の住居に組み込みたいみたいな。そうですね。なんか伝統技術ってやっぱ手間がかかるし、その職人さんのあのまあ普通よりは高くなるじゃないですか、ぶっちゃけ。はい。だからそういうのでどんどんその、まあ、使いづらくなった空間の中に使いづらくなったものではあると思うんですけど、はい、なんかそれをあの昔のやり方だけじゃなくて現代のやり方で何か違うところに使えたらなっていう思いはありますね。何か単純に色を塗るだけだったら別に漆じゃなくてもいいと思うので、はい、そこに何か漆である意味というか、漆じゃないとできない表現というか、何かそういうのをもうちょっと考えれたらなとは思っています。お疲れ様です。失礼します。あ、よしこさん、ちょっと今日模型作ってきたんですけど、はい、実際のサイズこれぐらいですね。うん、色つけたのがこれぐらい。うんうん。こんな感じです。うん。意外とやっぱ実際で見るとサイズ感結構あるんで。なんか前こう。上からブワーッと、うん、降ってくるようにちょっと色つけてほしいって言ったと思うんですけど、うん、なんかどうなんですかね、なんかこうランダムにこう上からやるっていうのは、うん、なんか絵を描くとちょっと違うじゃないですか。なんか絵は描いてるんですけど、なんかちょっとアクションペインティング的な、なんか なんですかね、うん、筆の技術を使ってっていう感じじゃないんで、うん、あ、ぼかす方ね。そうなんですよ、この、うん、上からじゃなくて今度この真鍮の横側にこうヒュッとラインがなんか単形がこうぼやっとあるような感じで、これはまだなんか筆で描いてるようにできて、これは割と技術なのかなっていう気がしたんですけど、けどそこはそんなに気にしなくても、結局それも筆じゃなくてハケを使うことにはなるし、で今実際にちょっとそのぼかし塗りさっき試しては見たんやけど、はい、はい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 、ちょっと今まだ塗ったばっかで触れんけど、ちょっと色はまたちょっと後ほどね、そこまで深く考えなくても、で今実際に上から白をが降ってきたようにっていうのと、これめっちゃいいっすね。そうで、この間一応デザインバーッと出してくれたものを、はいはいはい、昨日ぐらいから触り始めてはいるんやけど、これ
これかっこいいですね、めっちゃ。そうだから、これ金箔ってことですか。うん、これ金箔。だから確かに今まだ筆は使ってないし蒔絵要素は少ないかもしれないけど、まあ漆を塗ったところに金箔を貼るっていう蒔絵の技術ではあるやろうし、うん、だから今そこはあんまり気にせんくても、今とりあえず今回はその上が敷き詰められてて下に行くにつれて淡くっていうので何パターンか作るっていうので全然、はい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 、やってくれたやつを実際にちょっと印刷して貼り付けてみたんですけど、なんだろう、なんかただ色がついてるだけな気がするんですよ今の状態って。で、この黒い漆のプレートを例えば一つのキャンバスに例えたとしたら、今上の方にこう色を濃くつけただけなんですよね。じゃなくてもうちょっとこう花の背景になる絵を描いてほしいというか、うん、でそうなるとなんかただのランダムにこう色がついてるだけじゃなくて、これがなんとなく見てるとこう光のかけらに見えてきて、うん、この金箔がなんかそれが、うん、あの上からこう降ってきてるというか、うん、この花に向かってこうふーっと光のかけらが降ってきてるような、なんか同じ金箔をランダムにやるっていうやり方でもちょっとそういうコンセプトと表情で最後こう作りたいなっていう、なんか玄関だしこうなんか光がこうふっとある感じが、はいはいはい、なんか明るくていいじゃないですか、なんかポジティブで、うん、同時になんか花もなんかその光に向かって伸びていってるというか、うん、で逆にこう光が花をこう刺し、あの光を刺してるというか、なんかそういう、はい、こうただのかっこいいプレートがあるっていうよりはここが風景になってるというか絵になってるというか、はい、なんかそういうものにしたいなとは思いますね。だからもうちょっとこの金箔に表情が欲しい。お疲れ様です。失礼します。はい、うん、金箔がいいんじゃないかとちょっと思ってきてるんですよ。うん、なんか最終的にこういったぼかしとか、そうです、ね、変わった塗りのやつとかではなくて、はい、うん、この金箔のやつがいいかなっていうのをちょっと持ってきて、うん、っていうのも今回あの住宅の玄関に入れる一輪挿しじゃないですか、うん、で毎日使う場所だし、うん、家に一番最初に入る場所だし、うん、なんかこうポジティブな気持ちになれるというか明るい気持ちになれるというか、うん、なんかそういうものの方がいいなっていうのを思ってきて、うん、でそれ考えてたらまあなんかこんな時代やし、うん、この金箔を光にあの見立てて、うん、ここにあの花が来るじゃないですか、うん、で花がこう光に向かって上がっていく、もしくは花に向かって光がこう光のかけらが落ちてくるような、うん、なんか題名もあのフラグメントオブライトみたいな光のかけらみたい な、うん、なんかそんな題名にしてもうちょっとこの一輪挿しのこの小さいプレートの細長いプレートの中に一個のなんか風景というか世界というか、うん、そういうのが表現できるんじゃないかなと思って、うん、なんかそれこそ絵の具で絵を描くわけではないから、はい、その言われた通り事細かに再現できるかっていったらすごく難しいところはあって、だから今、まあ、試作をいくつかこなすしかなくなってはくるんやけど、まあけどチャレンジはしてみるよ。うんうん、あ、ありがとうございます。もうちょっとその光がこう下に散っていくようなっていうイメージさえいただければ、まあそうですね、うん、そこはもう僕がなんかこんぐらいの分量がここ、ま、金はここぐらいの分量まであってっていうことはもう指示しないので、うんうんうん、ざっくりとあのもうちょっとそういう表現で、うん、あとは吉川さんにお預けして、うん、あの最後表現してほしいなっていう感じですね。だからまあぶっつけ本番に行くわけにはいかんから、まあ、試作を回数こなすしかないかなっていう今のところ、うん、一回練習とかしなきゃいけないってことですよね、うん、ちょっとイメージもあんまり湧かないんでちょっと試してみて、うん、まあ途中途中はじめちゃんには見せて調整しながらって感じかな、う
なんか光のかけらっていうちょっと、うん、だいぶ抽象的なものなのは、うん、なんか難しいですか？そこも難しいね。なんかはじめちゃんの頭の中まで見えるわけじゃないし、うん、僕のイメージで、まあ、とりあえずはいくつか試作を出して、まあ、それをすり合わせていくしかないんかな、うん、今回は抽象的プラスデザインもあっちの頭の中になるから、うん、どこまで追いつけるかっていうところが大変なんかな。なるほど、うん、こればっかしはこう何回ぐらいやったらできそうとかって目処も分かんないし、ね、いやもう全然分からん。結局最初のあれが良かったっていうことだってあるやろうし、あもうちょっと時間もそんなにあるわけじゃないけど試作をこなして、まあある程度方向を攻めたら本番にっていう流れかな。もうフィニッシュですか、吉田さん的にはやること。いやいや結構まだねやることあって、地味に。あ、そうなんですか。そうなんですよ。なんか例えばですけど、はい、この漆のプレートとこの真鍮の部分、はい、これをどう接続させるかとか、うんうんうん、あとはなんかこの花に、花はまあ試験管の中に入れるんですけど、はい、この真鍮の中にこう試験管をどういう風にうまいことを入れれるかとか、うん、なんかフックをどうするかとか、おいっぱいあるんですね。そうなんですよね。例えば真鍮の部分はあの高岡の職人さんに加工してもらって仕上げまでしてもらうことになってたり、はい、今木材もいい寸法のないかあの高岡の業者さんに聞いてたりとか、結構こっちの高岡 の, あの職人さんにいろいろ協力していただきながらちょっと進めてるって感じですね。なんかその貝にしても漆にしても僕蒔絵でいう金粉にしても、はい、その施してる最中は本当に茶色がかった粉でしかなかったり、貝もまだ光を放ってなくて、うん、でそれを漆を何層も塗り重ねて今みたいにこうって実際に自分の手で磨いていくうちに、やっぱどん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 その施した金属粉貝の良さが引き立ってくるから、はい、まあ、確かに今マスクしとって分からんけどニヤニヤはするよねそうだから本当になんか神々しさを出すんだけど、それをすることによって漆ってほら触っちゃダメな高価なものみたいな扱いになってしまうのは結構悲しいところだよね。そうですね。あんまりベタベタ触っていいイメージないですね。そうそう、うん、まあ、皆さんどう思うとか分からんけど、僕はもっとこう普段使いして毎日触るようにはしてほしいなと。なんかあんま詳しくないですけど、漆風の加工ってなんかいっぱいあるじゃないですか、うんうんうん、それこそ100均でも漆ジャワンっぽい味噌汁ジャワンとかいっぱいあって、なんかああいうのが出てきても漆の商品って消えないじゃないですか、うん、あれやっぱなんか決定的になんか違ったりするんですか？なんかそれは化学塗料によっては漆よりもすごく強いものもあるし、はい、塗りやすいものだから安価で済むから、いろいろその化学塗料にもメリットはあるんやけど、単純に漆じゃないと嫌だっていう作る側と買う側のこだわりっていうのはまだちゃんとしっかり残ってて、漆を良きものとしてまあ買ってくれる方々がおるからまだ生き残っとるっていうのはあるし、やっぱり蒔絵とかになってくるとその化学塗料じゃ出せないやっぱり味わいもある、必ずあるはずだから、だからまあなんとか生き残っとるっていう気もするし、ちゃんと住み分けはできてるかなっていう気もする。お疲れ様です。遅くまで。あ、お疲れ様です。ご苦労様でした。できそうですか？そうね、なんとなくイメージはなんか試作をいくつか重ねとる間に出てきた会話とか、あとはまあ金箔で決まったからちょっとかけらっていうキーワードとか、あとは何かな、まあ金箔の重なりとか奥行きとかみたいな表現できたらなっていうので、ちょっと使ってみたい技法はあるかな、うん、この後も作業ちょっと早速忘れんうちにね、ちょっと早速取り掛かってみようかな。
わかりました。はい、お疲れ様です。じゃあ遅いですけど頑張ってください。お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。感じもちょっと一応はじめちゃんの頭の中のイメージ通りにいったかどうかっていうのもちょっとまだ不安な部分はあるんやけど、まあ、光の当たり方で結構見た目が変わるっていう面白い部分はできたかな。なんでこう色というかあの金箔を色変えて重ねたんですか。そうそう、あの奥行きを作りたくてっていうのも、あの試作の時にあのほらはじめちゃん見てくれてる時にあの金箔重ねてこう貼った時に、はい、結構あれよく見えたんやけど、金箔に奥行きができたっていうか2色の金箔ができて、ね、何層かになってるように見えたってやつですか。そう、あれをなんかもっと表現できんかなっていう、そのかけらっていうのも踏まえて表現するのにってた時に、うんうんうん、これ奥にあるのが白檀塗りっていう技法なんやけど、白檀塗り、そう、金箔を貼って、まあ、茶色がかった透き通った漆上に薄く塗って、うん、でその上にさらに金箔を貼ってっていうで保護してあるだけなんやけど、うんうんうん、でそれでなんかせっかくあの時盛り上がった金箔の重なりだったり奥行きをちょっと表現してみたいなと思って今回こういった仕上げにしてみたの。なんかその CG とか作ったりその自分の中で考えている時は、まあ、その金箔一色でやってて、うん、なんですかね、まあ、その時って僕の頭の中にあるだけじゃないですか。でその通り作ったら僕の頭の中をそのまま表現するだけじゃないですか、うん、ただこの2色が出てきて、うん、でしかもそれが良かったんで、うん、なんかこう僕のこう頭から出たというか、うん、なんかそれでコラボし、なんていうんですかね、2人でコラボしたっていうような、うん、でいいものになったっていうことですよね。なんかせっかく俺に頼んでくれたっていう意味を持たすためにも、うん、まあ、会話だったり試作段階とかで出てきた部分を拾い上げて、まあ、今回はまあちょっと光のかけらというよりかは重なりの方をちょっと重視することにはなったけど、うん、まあ、ぜひこれをちょっと実際に玄関とかちょっと飾ってみて、うん、雰囲気ちょっと見てもらいたいかな。この一輪挿し、うん、今回あの住宅に入れる特注じゃないですか、うん、で将来的にこれを商品化したいと思ってるんですよ。もうちょっと一般化して、うん、その普通にいろんな人が買ってもらえるような商品化にしたいと思ってて、いいね、また協力ってしていただけますか、うん、それこそ今回本当にこれ取り掛かるにあたってもやっぱもうちょっと試したい技法もあるし、うんうんうん、ね、たくさんデザインも出してもらっとくからバリエーションも増やせるしね、うん、はい、うんうんうん、でも喜んで、ありがとうございます。